しかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん。でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはねただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ、けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。